トゥデ y は、ホンダ技研工業が製造販売していたオートバイである。1997年に、ホンダ技研工業は、同社が製造販売するオートバイの搭載するガソリンエンジンを2002年までにすべて4、ストローク化することを発表。これにより、2ストロークエンジンを搭載する、原動機付き自転車クラススクータータイプでは、タクトリードジョルのブロードキャビーナなどは、 ハイモデルとなったが、これらに対して、気軽に乗れる、手軽に買える、親しみやすいをコンセプトに開発、新設計となる内径工程、37.8、X44.0、排気量 49cc の強制空冷4、ストロークサイチェシー単気筒エンジンを、アンダーボーンフレームに搭載する、ステップスルースクーターが、本モデルである。2002年から2007年にかけて、 製造販売された初代モデルで、平成10年自動車排出ガス規制並びに並びに、騒音規制に適用させた BAAF61 型、2007年から2015年にかけて製造販売された2代目モデルで、平成18年自動車排出ガス規制に適用させた JBHAF67 型に分類されるが、両モデルとも上述した。 フレームエンジン以外で一家の共通点がある。両モデルの際については、以下で解説を行うほか、同時期に製造されていた BAAF62 型、JBHAF67 型リオ並びに、JBHAF70 型ジョルノはともに一部コンポーネンツを共有する姉妹車で、本モデルと同じく新大スモト田辺企画有限講師で製造された。 AF61 型トゥデー初代モデル2002年7月22日発表同年8月8日発売10種類のカラーバリエーション消費税抜き94,800万 4, 円の安価な希望小売価格販売目標10万台年とされ2003年6月には目標達成しヒット商品となったモデルである燃料供給は v k l d a 型キャブレターで行い 排出ガス規制に対応させるためエアインジェクションを装備する。2004年2月12日発表同月14日発売で以下のマイナーチェンジを実施。2006年2月1日発表で以下のマイナーチェンジを実施。2007年2月14日発表同月15日発売で以下のマイナーチェンジを実施。 AF67 型トゥデイ2代目モデル2007年8月22日発表同月31日発売のフルモデルチェンジ車である平成18年自動車排出ガス規制適用に対応させたため燃料供給は PGM5 電子式燃料噴射装置としキャタライザー内蔵マフラーに変更したほか車体デザインはキープコンセプトであるものの全体的に丸みが強調され 燃料系追加、メインスタンド形状変更、外装の質感向上などが行われた結果、消費税の危機防小売価格は12万8000円に改定され、販売目標が8万台、年、車体色も8種類となった。2008年2月7日、発表、同月8日発売で以下の特別装備を施した、トーディスペシャルを3000台限定で追加。2008年3月5日、 発表、同月15日発売で一家の仕様変更を施した通り F を追加。標準車は、車体色を変更し、全6種類となったが、消費税抜き希望小売価格は据え置き。販売目標は6万台、年とされた。2009年1月19日発表、同月19日発売で特別塗装を施した通り、回スペシャルを大数限定で、 追加2009年4月3日発表同月10日発売で価格据え置きのまま標準車買いともに以下の使用変更を実施2010年1月28日発表同年2月10日発売で価格据え置きのまま標準車買いともに以下の使用変更を実施2011年2月18日発表同月25日発売で以下のマイナーチェンジを実施 2012年1月17日発表、同月27日発売で以下のカラーバリエーション変更を実施。2015年1月に事実上の後継モデルとしてタクトが復活したことから、同年8月に製造終了。ホンダ技研工業も2016年に正式に公表した。標準的など、 クラススクーターが13万円前後だった2002年当時に10万円を切る価格によりわずか10ヶ月で販売目標だった10万台をクリアするヒット商品であった反面1モデルとしてはリコール改善対策無償交換が非常に多く以下に示すものが公表されているほか販売店のみに通知された無償修理も存在するリコール改善対策サービスキャンペーンホンダ研件 工業公式 HP、ありがとうございます。